っちどっちそっち ADS 生日中学校職場体験コーナー。さあこちら ADS FM スタジオには今日は名張中学校の3年生の皆さんがお越しになってくださっております。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。さあここからはですね、皆さん3名様にいろいろね、ちょっとね、今日はゲスト出演ということでお話をお伺いしていきます。それではまずは一人ずつ自己紹介お願いします。名張中学校3年一見光平です。名張中学校3年井上優馬です。名張中学校3年印伝千咲です。はい、では一見さん、印伝さん、井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。緊張してますか？ちょっとそれだけしているということではい、ありがとうございます。さあそれではですね、3人に学校の紹介からまずお願いします。私たちの学校では清掃に集中するために無言清掃を行っています。全員が清掃に集中することで学校綺麗になります。無言清掃の他に体育祭の時に大団円というものを行っていて、みんなでパート別になって体育は竹を叩いて音を合わせるもので、命中にしかなく珍しいものとなっています。その他に毎週曜日を決めて挨拶運動を行っています。どの学年とでも仲良く関われるように生徒会で活動しています。はい、ありがとうございます。インデンさん、この挨拶運動というのはどんなことをしてるんですか？具体的に生徒会のメンバーが玄関の前に立って朝みんな来る人に挨拶するっていう活動です。なるほど。そうやった、そういうふうに生徒会の皆さんがこう玄関に立って挨拶をしていると、皆さんちゃんと挨拶返してくださいます？すごい返してる人がたくさんいていいなと思います。へえ、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。それではですね、次に勉強についてね、教えてください。私が好きな得意な教科は数学です。なぜなら5歳の3年間そろばんを習っていて計算が好きだからです。私が苦手な教科は理科と社会です。なぜなら暗記をするのが得意ではないからです。僕が好きな教科は保健体育です。理由は勉強することが少なくていろんなスポーツができて楽しいからです。逆に苦手な教科は英語です。理由は単語をいちいち覚えるのがめんどくさいからです。私が好きな教科は英語です。小学生の頃から英会話と文法を習っており、学ぶことが楽しいからです。私が苦手な教科は理科です。理科は覚えることが多かったり計算が多いからです。はい、ありがとうございます。乾さん、ちょっと聞いてもいいですか？はい、保健体育が好きな教科、得意な教科ということなんですが、で苦手なのが英語ということで、中でもじゃあちょっと頑張ってるなっていう教科は保健体育以外5教科だったら何ですか？5教科の中では数学が一番得意です。うん、頑張ってくれているんですね。はい、やっぱり英語は苦手、はい、暗記が頑張ってくださいね、受験に向けてね。さあそしてインデンさんにもちょっとお聞きしていいですか？はい、インデンさんは英語が得意ということなんですけれども、結構、はい、お話できたりするんですか？そんな自慢できることないんですけど、ちょっとはそうなんですね。と思います。あとですね、理科が苦手ということなんですけれども、教えてくださったんですけれども、その中でも苦手を克服するためにどんな風に工夫して勉強とかしていますか？ワークとか問題をたくさん解いたりとか、わからんところは先生とか友達に聞いてなくすようにしてます。うん、素晴らしいですね。頑張ってくださいね。ありがとうございます。そして一見くんは数学が得意、はい、ということなんですが、フラッシュ暗算そろばんやってたっていうので、そういったのもできるんですか？はい、一応できます。おお、素晴らしいですね。あとはじゃあ苦手な教科ということで理科社会なんですが、やっぱりね、みんなね、こう共通して暗記するのがちょっとっていうね、こともありそうなので、受験に向けて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。では続いて部活について3人にお聞きしています。それぞれ一見さんからお願いします。私が入っている部活は野球部です。僕は部活ではなくサッカーをやっています。私はバレーボール部に入っています。はい、それぞれ野球部、そして乾さんが部活でなくてサッカーを頑張ってくれている、はい、そして乾さんがバレーボールに入ってくれて部活に入っているということなんですが、その部活に入ったそれぞれね、皆さんきっかけ何でしたか？教えてください。僕はお父さんの試合を見に行った時にヒットを打っていてとても興味を持ったから入りました。
僕は兄がやっていたのでそれにつられて入りました。私は小学校の時に授業で少し扱い興味を持ちました。それぞれね、いろんなお父さんの試合を見に行ってね、興味を持ってくださったとか、やっぱりこう身近にいる人がきっかけというのも多いですし、インデンさんのように小学校の時にねやってすごく興味があって入ったというのもあるんですね。そんな中で皆さんどんな練習していますか？練習はキャッチボールなどの基礎や実践を意識した練習をします。はい、僕はグリッドやドリレーなどの足元の技術が上がるような練習を中心にやっています。練習は主にチームでの動きを確認したり、個人的なスパイク、レシーブ、サーブ、ブロックなどをします。皆さんこう思うとチームプレーですね、仲間が大事ですよね、の種目ですね。さあ、そんな部活の好きなところ、そしてね楽しいところ教えてください。全員が楽しい雰囲気でやるところが好きなところです。サッカーはチームメイトと協力して強いチームを倒したり、ここぞという時に点を決めるのがすごく楽しいです。スパイクが決まったりサーブが決まるとすごく嬉しいし楽しいです。やっぱり点決めたりすると嬉しいですよね、皆さんね。さあ、それではですね、続いてちょっとこれまで学校のことを聞いていきましたが、ちょっと学校から離れてお家に、じゃあ皆さん学校が終わってね帰ってからのこともちょっとお聞きしていこうかな。今自分がなんかハマっていたりすることってどんなことありますか？教えてください。ナイアンエースという漫画にハマっています。家ではほとんど毎日見ています。動画サイトでサッカーのスーパープレーを見るのにハマっています。少し前から野球観戦にハマっています。テレビでもほぼ毎日見ますし、ドームに足を運ぶこともあります。へえ、皆さんすごいそれぞれですね。まず一美さんから漫画にハマっているということで、家でほぼ毎日読んでいるということなんですけど、何回も読んでるんですか？読み終わって何回ぐらい読んでるの？60巻ぐらいまで全部あるんですけど、はい、まあ、2、3回は。すごい好きなんですね、本当に楽しいんだ。まだ読み続けますか？まだハマっていますか？はい、そうなんですね。では続いて乾くん、動画サイトでサッカーのスーパープレーを見るっていうんですけれども、これもまさに繰り返して見てますか？はい、繰り返して見て自分もこんなプレーできたらいいなって想像するのが好きです。はあ、素晴らしい。実際にそういう見たことをできたりとかした経験あります？何回かあります。素晴らしいですね。またこうこんな風になりたいっていう夢もできますね。はい、さあ、そしてインデンさんなんですけれども、少し前ということで、なんでこれは野球観戦にハマったんですか？きっかけ。お父さんが野球がもともと好きで家で見てるところからハマりました。でも本当にじゃあ最近で中学3年生になってから？そうですね。へえ、でもドームに足を運ぶこともあるということですが、どっか行ったんですか？そうですね、ここから近い京セラドームとかよく行きます。いいですね、お父さんもきっと嬉しいですよ。はい、さあ続いてですけれども、こちら他にも何か、お友達と休みの日とかみんな何してるのか教えてもらっていいですか？僕は友達とバッティングセンターやボウリングに行っています。僕は休みの日は家にいることが多いけど、遊ぶときは友達とサッカーをしたりゲーセンに行ったりすることがあります。私は仲のいい友達と何人かでご飯を食べに行ったりショッピングをすることが多いです。いいですね。みんなそれぞれやはりね、こうちょっと遊びに行ったり近場で楽しんでくれてるんですね。できっとお休みの日はお休みをする時もある、休息をね取っていただくという時もあるということなんです。いいですね。さあ、それではあっという間にね、みんなにたくさんお話をお聞きして時間が経ってしまったんですけれども、最後です。最後に職場体験ね、この、2日間かなしていただいて、感想、そしてメッセージ、聞いてる皆さんにね、メッセージなどあったら教えてください。お一人ずつお願いします。普段テレビ見ているのは10分ぐらいだけど、取材や編集などを合わせると3時間から4時間ぐらいかかるのを知って、テレビを見たらいろいろ大変なことをしているのを思って見ていきたいと思いました。その体験を通してアドバンスコープではテレビやラジオだけでなく企業向けの映像を全国的に販売していたりなど、幅広く仕事をされていて、知らなかったことをたくさん知れたし、体験できたのがすごく楽しかったです。テレビやラジオなどの普段体験できない職業だったので、すごく楽しくて2日間がすごく早く感じたし、
テレビ関係の仕事が魅力的だと思いました。貴重な経験ができたと思います。はい、本当にね、3人とも素晴らしくて、夢もきっとそれぞれ皆さんあると思いますし、この2日間でもね、またいろんな本当にいいところをね、見ていただいたかなというふうにも思いますしね、ありがとうございました。さあ、ということでね、今日はですね、こちらの ADSFM スタジオに名張中学校の3名、一美さん、そして乾さん、因田さんがお越しいただきまして、たくさんね、お話をお伺いしました。一美さん、乾さん、因田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ADS